光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。これらは因果関係にあり、切り離すことはできない。だが勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作ることはできる。我々に協力すれば、そのやり方を知ることができる。ついに祝賀なるか。もろもろと手回しした甲斐があった。これまで長く時間がかかったが、これで雨隠れの内戦は終わりだ。あとは平定に向け適当に環境を作っていけばいい。さて次は俺の祝願がなるよ。お前たちに協力してもらう、そういう約束だったな。分かっている。具体的には何をすればいい？まずはメンバーだ。暁として活動するためメンバーを集める。数はそうだな、俺を外して10名といったところだ。すでに暁にはお前とコナン、そして絶の3人がいる。残りの7名を集める。なぜお前は入らない？俺は裏でいろいろあるの。時が来れば暁に加わるが、それまでのリーダーはお前がやれ。分かった。もとよりお前の計画は俺のもう一つの宿願でもある。それで他のメンバーはどうするの？ある程度こちらで目星はつけている。脆弱な輩に入られても困るからな。どこの誰？今目星をつけているのは3名。滝隠れの禁術を盗み、不死として生きる忍び、覚悟、砂の抜け人で、傀儡の天才、サソリ。そして最後の一人は、俺に近しい存在。そいつは俺が連れてこよう。案内は、絶にさせる。お前たちはそれぞれにコンタクトを取り、メンバーに招き入れろ。さあ、動け。我らの待望のため。